はい、どうも、なおちんです。さあ、今日は Y 学園情報局に後頭部編の情報が新しく出ておりましたので、見ていきましょう。もうアニメを見たよっていう人は分かってると思うけども、残念ながら俺の住んでる熊本はまだアニメやってません。なので、ちょっとどんなキャラクターがいるのか全く分からないので、一人ずつちょっと見ていきましょう。ではまずはこのすごいごつい人、ゴーマンダスグル、Y 学園高等部2年生で生徒会長か。あ、2年生で生徒会長やるんだね。だいたい3年生がやるのかなと思ったんだけども、2年生の生徒会長、誰よりも品位を大事にしている。あー、固い人なんだろうね。おそらく変身もするんだろうけども、アニメ53話ではまだ変身してないのかな。そして次のキャラクター、スサノオ王次郎、スサノオだね、神様のスサノオの、キャラクターとなってます。 Y 学園高等部2年生、高等部の治安を守る自警団寸戦組かなの局長。へー、ゴーマンダとはかつて親友だったけども、ちょっと仲違いしたという感じだね。まあ今までの妖怪学園の中の風紀委員、あ、違うな、学園マフィアか、そういう感じの立ち位置にいるやつでしょう。まあ仲間になりそうだよね。すごい強い仲間になりそうなキャラクターです。そして3人目、アマテラナ、アマテラスだな、アマテラスのキャラクターとなってる人だと思います。Y 学園高等部3年生。この人だけ3年生か。一番のお姉さんだね。大人っぽい魅力を持つ女子生徒。人兵たちに高等部のことを教えてくれる。あー、人兵がものすごく好きになりそうなキャラクターでしょう。ヒーラーみたいな感じで仲間になってくれるんじゃないのかな。そして最後にこのキャラクター。まあ一番の鍵を握ってるやつではないかな。 Y 学園高等部1年生、人兵に見た目がそっくりだが全くの別人、中等部にやってくるがその目的とは。ウォッチをつけてるね。 YSP ウォッチじゃない、なんか見たことのない、ウォッチをつけてて、横にテラミンっていう、ライムと一緒にいる猫のような見た目の不思議な存在、いつも宙に浮いており、語尾にミンをつけるのが口癖。まあこいつと、え？漂着？今までの変身とはちょっと違うんだな。まあこれと合体して、妖怪ヒーローになるっていうことか？あ、違うね。妖怪ヒーローじゃなくって、今回の後頭部編は魔人ヒーローだ。アシュラギルファ。ライムが魔人ウォッチの力を使って変身する魔人ヒーロー。大きな4つの腕を駆使してパンチ技だけではなく剣を使った必殺技、ギルファー藤山ストライクも華麗に決める。あ、もう最初の話で出てきたのか、魔人ヒーロー。まあ、今回はこれが主体となってくるのか。はい、ということで今日は Y 学園情報局の後頭部編の情報を見てみました。ゲームで次のアップデート出てくるか、いやー全くその情報はね入って、今まで書いてないし入ってきてもないんだけども、ライムぐらい出てきそうな気するよね。まあ変身はしないにしてもどっかにねひょこっといそうな気はするんだよな。でまあこの魔人ヒーローっていうのがおそらくこの4人とも変身できると思うんで、そのキャラクターも出てくるということは次回作だね。次の妖怪学園 Y のゲームで、出てくるのか、もしくはこの次の次のアップデートっていう感じで出てくるのか、まあわからないけども、まあ確実にゲームで登場するのは間違いないでしょう。楽しみだね。
それではね、またいろんな情報が出てきたら紹介したいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。